親子で成長虹色動画。今日は青色草親子で陸上、女の子が楽しむ初めてのスプリント編。本日のテーマはですね、3点スタート10メートルダッシュタイム測定解答。さあ、柑橘系の皆さん、よろしくお願いします。はい、スタートダッシュね、今、そこにフォーカスして、練習実践やってるわけですけども、やはり難しいですね、うん、難しいんですが、前々回やりましたクラウチングスタート、そしてスターティングブロックを使わずにクラウチングスタートにより近い体勢でスタートが切れる3点スタート、これね、すごくね、練習に使えると思うんで、最初の、1次加速6本目ぐらいまでの10メートルダッシュ、これをですね、3点スタートで記録を取ってみたいと思います。はい、はい、これ取っとくことによって今後ね、競技場行かなくてもこの3点スタートでの10メートルダッシュでの自己ベスト記録更新ということで、楽しくトレーニングを続けれるかなと思いますので、やっていきたいと思いますが、その前にやはりスタートね、スプリントの醍醐味、楽しいでも難しい、そこでイメージが大事なので、皆さんそれぞれ世界陸上ね、太田裕二さん今年で終わりましたけども、うん、見ましたね、いっぱいアメリカオレゴンやったかね、ほんであのトップアスリートのすごい選手の 100m、200、400見たと思うんですけども、皆さんの好きなアスリート一人ずつ思い浮かべてください。え、世界陸上の、うん、今年、うん、今年、まあ僕はもうあれやね、やっぱりあの綺麗な山縣亮太選手のね、スタートから加速、あれも綺麗すぎるから僕はイメージそれ入れていこうと思うんですが、あまなちゃん誰？な、うん、フレイザープレイス。ああ、優勝した選手か。シェリーアン・フレイザープレイス。ああ、わかった、それね。もういっぱい見よう。あ、レモンちゃんは？アリソン。アリソン、もうアリソンのキックやってますもんね。もう伝説のスプリンター、アリソンね。オッケー。ヒューガさんは？私はやっぱりタダ選手。タダさんか。前傾姿勢でグーン。腰大丈夫か？ロケットで。ロケットで。うん、まあまあ、イメージね。うん。イメージでね。でも、急にいっちゃってもいいか。かなり足に来ると思いますけども。はい、こう、体倒して、推進力生かしてね、やっていってください。それを、この、今から3点スタートの10メートルダッシュ測定会する前に、10回自分の好きな、アスリートのダッシュ映像を YouTube で見てください。ね、うん、見てイメージを高めて3点スタート、ゴー。これでやってみます。はい、はい、さあ、それでは憧れのトップアスリートになりきるぜ、現地行ってみましょう。せーの、ドン。それでは3点スタートによります 10m ダッシュタイム測定会第1回目でございます。1人2本ね。はい、まずレモンちゃんからです。さあ、いいでしょうか。はい、ほんなら、ヒューガさん掛け声もお願いします。あ、ちょっと待ってください。3点スタートにしましょう。はい、レッツゴー。はい、何秒でしょうか。2秒58。 OK です。さあ、続きまして天奈ちゃんでございます。10メートルなんで、ゴールまでほぼ前傾姿勢でいいと思われます。さあ、3点スタートでいいでしょうか。さあ、いった。どうだ。何秒？2秒21。それでは続いてママです。アマナちゃん、お願いします。オンヤマンセット。あっと、さあ、どうだ。3秒22。はい、ヒューガさん、この上げた手をブヤンとこう振り込むのなかなか難しいですか。いや、何してた今。え、どうなってた。まあでも、うん、そのまま捨てた。うん、なんかその前の腕がバーンと上に、見当ててみて、上にビュンと。そう、それがね、なかなか90度ぐらいにして上に突き上げるような。そう、はい、それができたらね、すごくいいと思うんですが、結構これやっぱ難しいですね。難しい。はい、さあ、2本目レモンちゃんです。では、レモンちゃん2本目でございます。はい、スタンバイお願いします。さあ、ヒューガさん、お願いします。
さあ、いった。どうだ。さあ、何秒？2秒42。はい、ナイスラン、ナイスラン、見事でございました。レモンちゃん、ほんまや、上がってますよ。2秒42。はい、いきなり。ね、ね、この2秒42が自己ベストということで、次回からコナンチャレンジいきますね。はい、さあ、続いて、アマナちゃんでございます。オンヤーマン、セット。いった。どうだ。2秒20。やっぱ早いですね。アマナちゃん1本目がフライング気味で2秒21で、今のフライングなしで2秒20やから上がってますね。でアマナちゃんも最初のこの腕の振り込みブワンとこう、そこがやったらもっと多分ね勢いよくいけると思うんですよ。はい、はい、さあ次回に期待だ。さあそして最後はママです。さあラストはママの2本目でございます。はい、アマナちゃんよろしくお願いします。おやまよっしゃ、3秒26。いやでもひゅうかさん、あの腕の振り込み込んでよかったんですけど、これと同じタイミングで地面をバーンと蹴るのもね、そっちもそっちもいるんですよ。もうね、頭がね、うん、そんなにいっぱい覚えらんないですね。全く腕だけと思ってそうそう、まあでも、ね、でもこれがいつの日かママが華麗なスタートダッシュを決めることができた日、多分感動が生まれます。はい、そんなわけで本日は、3点スタートによる 10m ダッシュタイム測定会でございました。はい、足とか腰どうでしょうか。大丈夫ですね。はい、よかったよかったよかった。はい、レモンちゃんも、はい、今後これもうあのコナンね、コナンチャレンジできますからね。はいはいはい、はいはい、ナイスダッシュで、アマナちゃんもナイスでございました。はい、はい、また会いましょう。さようなら。バイバイバイ。